私は福音派の教会にいたんですよね。で、その時にですね、カリスマ問題が起こったわけですね。そして、カリスマになった人は多かったんですけども、その中で、みんなおかしいとか言われて説得されちゃって、でも、説得は正しいと思ったわけじゃないんでしょうけども、悔い改めちゃったんですね。で、悔い改めないのが5人いて、で、5人は全員伝道者になりました。私や岡丸さんとか、中川さんとかね。有名なテレビ伝道者になったのもいます。具体的にね。そしてね、そのうちの、一人がちょっと、ってことがあったんですね。で、彼は、はっきりと聖書に立ってたのでね、カリスマにしっかり立ってたんですね。でもね、彼はこう言ったんですね。なんて言ったのかっていうとですね、自分の判断は、宣教師にものすごくお世話になった。で、この宣教師がね、非常に素晴らしい宣教師で、彼を通してね、かなりの教会ができたんです。で、人格的にも素晴らしい宣教師なんですね。そしてね、その宣教師の、弟子みたいなもんだから、こう言ったんですね。その宣教師の、言われるようにすると。私は信頼してるし、そしてもう彼に委ねてるから、宣教師の言われるようにすると。その宣教師は言ったんですね、カリスマはやめなさい。それでね、それ以降ね、カリスマじゃないんですね。で、問題はその後、何かというとね、その宣教師、漆島さんのですね、すごい仲いい人なんです。漆島牧師の要するに立て上げてくださってる人なのかな。で、漆島牧師が言いました。彼はすごいカリスマですって。実はね、彼はね、すごいカリスマなんです。で、どうしてね、じゃあ彼にそう言ったのかっていうとね、日本だとカリスマに対する誤解が多くて、カリスマで行くといろいろな問題に巻き込まれるだろうと。だからね、配慮して言ったんです。ところが彼自体はね、徹底したカリスマなんです。で、その時に、ね、判断の仕方があると思いますけども、私はちゃんと彼は自分の思った通りのことを言うべきだったと。日本でいろんな波風に巻き込まれないようにね、カリスマで行くなって彼は言って、カリスマあたかも正しくないかのように言ったんだけど、それは正しくないと。で、この時にですね、気をつけないといけないのは、信頼できるという人の言葉によって動いちゃダメです。ちゃんと本当にそれは神から来てんのかどうかって確認するっていうことはね、非常に重要なことかなんです。それで、我々が開拓伝道を始めたんですね。その時示されたんですね。何かっていうと、教会の立て上げと海外宣教。そうしましたね。それに対する猛烈な反対が来ました。そしてね、日本の使徒っていう方いらっしゃって、この方も立派な方でね、ロバート・ユーイン使徒団の一員だったんですね。責任的な人ですね。もう彼は我々に言ってきたんですね。それは御心ではないと。で、国内伝道に集中すべきで、そして国内伝道である程度行ったら、開戦をすべきであると。こう言ってきた。つまり開戦やめろって言ってきたんですね。でも、我々は開戦やれって言われてるんですよね。で、惑いました。で、その時にね、祈ったんですね。で、その時にですね、主が言われたのはね、国内伝道と開戦を両方やれ。だから彼の言うこととは違ったんです。で、その結果どうなったのかっていうとですね、国内では100以上の教会になってます。海外でも15の教会かな。で、個人は、ザンビア、
それからカンボジアにありますね。あと子供たちの働きもありますね。両方とも行っちゃったんだから行ってきました。私にそういう形で主が働くこともあるって。でね、問題はね、その前のことなんですね。それは何かというとね、やめろって言ってきた。でこの時にですね、相手は立派な方ですよね。問題のない方で素晴らしい方ですよね。でもね、その判断が間違ってる。でその時に何が必要なのかっていうとですね、信頼できる人たちの意見を聞くことはいいんだけど、それを見分けないといけない。本当に主から来たかどうかということですね。それで某有名な方とお会いしたんですね。でそれでその時にこういう話になったんですね。2時間ぐらいね、お宅に行ってね、お話しました。まあ、そういう方々と会えるっていうのは素晴らしいですよね。マーニンさんのね、本にも出てくるような人です、具体的にね。それでね、まあ、我々がその時にね、ルーマニア選挙っていうのを導かれていて、ルーマニアに選挙に行くっていうことを私が言ったんですね。と喜んでくださって、頑張ってきなさいっていうことをね、言ってくださったんですね。まあ、ありがたかったんですね。ところがね、その後の問題なんですね。どういう問題なのかというとですね、私が英語はできないでしょ。できるんだけど他の人が理解しないっていうことなんです。そうするとね、私が説教すると英語説教が通訳が一人入るわけです。そしてルーマニア語に入っていくわけです。3人になるわけですね。だからそれを知った時に彼はですね、はっきり言ったんですね。もう彼は我々のためを思って言ってくださったので、その内容自体は感謝してるんですが、3人説教者が立つとルーマニア人は聞かない、こう言ったんですね。でもはっきり言ってきました。何かというと、それだと宣教にならないと。そしてですね、行かない方がいいと。で行かない方がいいとかなんか言ってもやっぱり導かれてるから、いやそんなこと言ってもって、なんかやることありませんかとか言うから、それだったら日本のゴスペル歌え。でその当時ね、風の響きがなかったから、日本人が作詞作曲するゴスペルなんてほとんどないね。だからなんかないかなって見つからなくて、見つかりたのは一つですね。全地の上に主は優れた方って歌を歌ったんですね。変な顔してるんですね。で後で気がついたんだよ、あれアメリカの歌だって。アメリカの歌の日本語訳だって、それに気がついたんですね。それで帰ってきたんですね。それでね、こんなにしてしまいました。主は行けって言ってるんだけど、この神の器はですね、そう言わなかった。いいですか、私が言ってるのは神の器の言葉でも吟味しろって言ってるんですよ、具体的ね。じゃあ秋元牧師の言葉を吟味していいのかとかなんか言ってやってるじゃないですか。まあ当然の話ですよね。要するに本当に神から来たかどうかを自分で確認しないといけない。でその時にですね、祈った時に主はゴーって言ったんだ。だからルーマニアに行ってもですね、役に立たないって言われたんだけど、ゴーだから行くことにしたんですね。でチームで行った時にこのことが起こりました。でいよいよね、ルーマニアの教会で奉仕したんですね。で私と英語の通訳者とルーマニア語の通訳者でね、で奉仕をした時に何が起こったのかっていうのは、聖霊様が働いた。全然聞かないっていうのにね、みんな聞いてるんですよね。具体的にですね、いやあんな聞かれたね説教ってね、なかったぐらいみんな聞いてん。そしたらね、終わった後にね、今までにないことが起こりました。それは何かっていうとね、私が説教しようった瞬間に牧師が飛んできたんだ。そしてね、言ってきました、このままもう一個説教してくださいって、こう言ってきたんだ。
で、私はね、説教が終わった後、もう一回説教してくださいって言われたのが初めてなんです。やろうと思ったら、イレイさんが言ってきたんですね。帰らないといけないからダメですって。だから一回だけだったんですが、しかし、その中でね、非常に大きな技が起こりました。いろんなところで技が起こりました。普通ではなかったですね。で、この時にね、一つあったんですね。信頼できる神の器で素晴らしい方が違うって言ったんだ。でも皆さんね、主に聞いたらそうじゃないって言ったんだ。で、その時にですね、どうぞ皆さんね、神が本当に何を言ってるかっていうことをね、ちょっと皆さんで確認してください。具体的にね。この人はこう言ったからといって、それはその人の意見であって、どんな素晴らしい人でもね、間違いはあるわけですよね。で、間違ったからとしてはおかしいってわけじゃなくて、誰だって起こすことですよね。ただ我々ははっきりとね、神の御心によって歩むっていうことを一つポイントとしてますのでね、どうぞそれを見といていただきたいと。こういうふうに思います。